初打席本塁打とは、野球において、打者が公式戦初打席で初本塁打を記録したケースを示す。以下の記録はいずれも2020年シーズン、終了現在。太地は現役選手。日本プロ野球では66人の選手によって達成されている。この中で、通算最多本塁打は、稲葉厚敷の261本である。高木森道が、 日本野球伝道を唯一果たしており、高木、駒田徳博、稲葉の3人が、迷宮会入りを果たしている。当主の塩瀬聖堂とドンシュルジーは、この1打席のみで終わったため、通算打率10割、通算超打率40割という歴代の NPB でも2人だけの記録を保持している。この2人を含め、打った66人のうち14人は、通算本塁だわ。 その一本で引退している。後藤忠弘と小室光雄は、その後、安打も、各二本ずつしか追加できずに引退した。ちなみに、長距離打者よりも、安打数の割には、本塁打が少ない中距離打者の方が、初打席初本塁打を打っているというデータがある。小田徳宏稲葉厚式メジャーリーグベースボールでは、以下の119人の選手によって達成されている。投手で、 アメリカ野球殿堂入りを果たしたホイト・ウィルヘルムや、後年に NFL で活躍して、プロフットボール殿堂入りを果たしたエース・パーカーも、含まれている。野手で、アメリカ野球殿堂入りを果たしているのは、アール・アベリルのみである。また、ブルックリン・ドジャースのアーニー・コーイとフィラデルフィア・フィリーズの、ヘイニー・ミューラーは1938年4月19日の、同じ試合でこの記録を達成している。 ジョン・ミラーは通算2本塁打であるが、その2本は初打席と最終打席で記録している。アール・アベリル・ホイト・ウィル・ヘルム・ゲイリーがエティ、バート・キャンパネリス・ウィル、クラーク・カルロスリー。ありがとうございます。